小村寿太郎は日本の作家であり、多くの文学作品を手掛けた。彼は貧しい家庭に生まれ、苦労を重ねながらも教育を受ける機会を得た。若い頃から文学に興味を持ち、短編小説や歌を執筆し始めた。彼の作品は独特な感性と深い哲学的テーマが特徴であり、多くの読者に感銘を与えた。文学界で評価され、数の文学賞を受賞した。彼は社会的な不平等や人間の孤独などのテーマを探求し、作品に社会的なメッセージを込めた。苦労と挫折を経験しながらも、執筆活動を続け、その才能を開花させた。彼の作品は多くの言語に翻訳され、国際的な評価を得た。晩年には文学界の重要な存在となり、後進の作家たちにも影響を与えた。長い人生の中で文学の道を歩み、その作品と思想は多くの人に永遠のインスピレーションを与え続けている。